おはようございます。全日本モトクロス第6戦北海道大会、今日は7月の3日ただいま午前、5時半30分ぐらいだと思います。早朝のワッサムサーキットです。コースはなんかいつもと同じだというふうにみんな言っておりました。ずっとコーステープが張り巡らされていますが、後半部分はここからでは見えませんね。大量のまたもみ殻がコースに敷き詰められています。空はどんよりと曇っていて、今日は午後から雷雨にもなるかもというような予報でした。若干悪い天気の中で、土曜日行われることになりそうです。ではまた後ほど。